英検準二12級の、えー、メールのライティングの練習しましょう。えっと、英検準二12級はこんな風の問題なんで、これ新しくジェイミー、ジェイミーかなえちょっと待ってね。あ、ジェイミーだね。ジェイミースピル大丈夫かな大丈夫だね。これ私が作ったんですけれども、あの模範解、模範、うんえー、模範じゃないな。予想問題ですかあの正式に出ている公式のやつね。 えっと、サンプル問題か。それを元にちょっと作ったんですけれども、まず日本語から読んでいきましょうね。日本語はこれは、あの、えー、本番ではありませんからね、もちろんね。これ練習だから日本語最初に読んで分かりやすくしてるだけの話です。それからこれ、難しい人、小学生の人とか、そういう人も、えー、っと一応聞いてくださいね。もう繰り返さなくてもいいから。できればもう一緒に読んでもらいたいんだけど、読めない人がいっぱいだ。例えば幼稚園の人とかね。 えー、ただ聞き流すだけ、音を聞いてるだけでも全く構いません。途中でやめちゃってもいいし、えー、遊びながらでもいいし、全然聞いてなくてうる,うるさくて、テレビが一緒に他につ,ついてたりして、それでも構いません。えー、っと、こういうの、音をとにかくたくさん溢れさせるっていうのがすごく大切なんで。じゃあ。 こっからききます、ね、いきますす。ね。の。あなたは外国人の知り合いジェイミーから E メールで質問を受け取りました。この質問に分かりやすく答える返信メールを英文で書きなさい。あなたが書く返信メールの中でジェイミーのメール文中の下線部についてあなたがより理解を深めるために河川部の特徴を問う具体的な質問を2つしなさい。あなたが書く返信メールの中で中2か,か,かな 中に書く本、英文の語数の目安は40から50です。あ、中の子四角があって、その四角の中に書くのが40から50ってことね。回答欄の外に書かれたものは採点されません。回答があれ、これジェイミーだった。ジェイミーの E メールに対応していないと判断された場合は0点と採点されることがあります。これもジェイミーでした。 ジェイミーの E メールの内容をよく読んでから答えてください。下のベストビシースの後にあなたの名前を書く必要はありません。じゃあまず日本語で読んでいきますから一緒に読みましょうね。こんにちは。何だと思う先週、私が母が私に仮想現実ヘッドセットをオンラインで買ってくれました。新しいゲーム機を買いたかったのですが、親に高すぎると言われました。 彼らは代わりに VR ヘッドセットを購入することを提案しました。VR ってこれ。これ Virtual Reality っていうから VR の。これでも仮想現実のことね。ヘッドセットっていうのはあのあの頭につけるやつね。あのなんかこうサングラスみたいな感じのでっかいやつみたいな <laughs> あるやつねあ。もちろんヘッドセットってあの小さいイヤホンみたいな場合もありますけど、えー。この電子メールでヘッドセットの写真を送信します。 私のヘッドセットは素晴らしいのですが、問題があります。グラフィックはあまり鮮明ではありません。VR 技術は将来的に進歩すると思いますかあなたの友、ジェイミー。英語も読んでいきましょう。はい。Guess what?My mother bought me a virtual reality headset last week online.I wanted to get a new gaming console, but my parents told me it's too expensive. they suggested that we get a v vr headset instead i'm sending a picture of my headset with this email my headset is cool but there is a problem the graphics aren't very clear do you think that v vr technology will improve in the future vr vr is V, V, VR. まあいいや。じゃあ、ここ行きます。Your friend, Jamie。で、これに対する、えっと、この返信メールね。日本語から読んでいきます。もちろん、これは、えっと、本番の問題ではありません。えー、ここは練習だから、日本語から読みましょう。を、oh, 私も VR ヘッドセットが欲しいです。いくらでしたかやってみてもいいですかこれ、私もっていうの入,入れた方がいいかもしれないけどね。この質問の点ですが、ご質問の点ですが、 VR 技術は今後非常に進歩すると思います。私もすでにスマホに VR アプリを入れています。それは去年はありませんでした。Wow! I want a VR headset too! 何回も読んでると読みやすくなってくる。How much was it?Can I try it?As for your question, I think VR technology will improve very much in the future.I got a VR app. On my smartphone already. We didn't have it last year.